ちなみに。優しい。そう。結構いいやつ。入ってない。入ってない。言ってんだけど。雰囲気だけ。雰囲気だけ。おすすめはちょっとですけど、なんか、上手みたいな時間だったら、そうなんで、特に必要ですよ。はい。やばいよ。面白いです。さっと来てさっと帰れる。はい。坂道。すごいね。ちょっと待って、なんかね、ここのフグはね、プリプリなんですよ。おお。で、テッサとかも初めてで、ね、美味しいと思った、うん、フグが結構普通っていうか、まあ、ちょっとなんか今まではトラフグ系とか赤坂で1人前7万円のやつとか食べたんだけど、赤坂の1人前7万円のフグはトラフグ系と変わんねえなと思って。トラフグ系とか全然いくのは薬の味がしますでしょ。あ、って言うんですけど、そんな自分はそんなトラフグってそんな感じなかったんですけど、はあ、多分美味しくないやっぱり唐揚げは美味しいじゃないですか。まあ、だけど普通に鶏の唐揚げかなみたいな。だけどここの唐揚げとか春巻きとか白子の春巻きとかテッサとかすっげえプリプリしてるんですよ。あの煮こごり、なんていうんですか、さっきのやつはゼラチンのやつは、あれは鉄皮、うん、鉄皮のフグも変わる、はい、フグの皮の鉄皮っていうやつはとかもうそんな美味しくないなと思ったら、ここのすっげえ美味しい。もうすっごいプリプリしてる本当に向こうの座って食べる方は1万5000円で一コースしかないらしいんですよ。で、ということなんで皆さんぜひね、これ築地に食べてください。やっぱりうまい。なんか違う、本当ね、フグがね、プリプリしてるんですよ。本当に食べた方がいいですよ。皆さん